ーちゃん、アオイちゃんとオスマン実績いくぞ。残り47名やっていくで。バスラに戦としたし、マムの停戦開けるまでセビリアの方でも行こうかな。イピロスはハンガリーと同盟していたせいで少し時間かかったな。ハンガリーに必要プロビないと思ってたけど、実はあったので、先にセルビア行くべきやった。イピロスを全土併合。アルバニアがボスニアと同君になってて、セルビア戦にくっついてきたので、アルバニアを全土併合。この時ボスニアの領地取れないことに気づいてればな。セルビアを全土併合。よく考えずにセルビアを属国解放したから、セルビアより向こう側が怖化しにくくなっちゃったんだよね。セルビアにはハンガリーの再征服庫はあったから、悪い点ばかりじゃなかったけども。1457年に信仰の擁護者になりました。軍関係も強いけど、やっぱり戦争疲弊が戦争中でも減るのが強いで、お金があれば早めに信仰の擁護者になった方がいいですね。マムルークと停戦開けたで。1458年8月1日、マムルークにオスマン侵略戦役を自由に宣戦布告です。オスマン侵略戦役は一発エアレト化の強力な CB や。とはいえ、マムルークに関しては回路を落としてから発生するイベント狙いです。マムルーク首都回路陥落や。ゆめん、グーグル翻訳くん、翻訳してどうぞ。ババーン。マムルーク朝スルタン国の崩壊。マムルーク朝がエジプトとレバントで展開してきたみかじめ領を国家と呼ぶのは、控えめに言っても寛大な評価だろう。彼らの支配がこれほど長く続いたことは驚くべき奇跡である。しかし今、彼らとの最近の紛争で、私たちの偉大なスルタンの軍隊はシリアを通ってエジプトに至るまで法と秩序の広範囲を切り裂いています。さらにアルカーヒラが我が軍の手に落ちた今、マムルーク朝政権は彼らの領土でほぼ崩壊しており、スルタン国の全領土を我がものとする我々に反対する真の中央政府は残っていない。しかし間違いなく、これら全ての土地を直ちに占領するには地元の権力ブローカーに頼る必要があり、スルタン国の土地を我が国の政権に統合することは大変な偉業となるだろう。彼らの土地はスルタンメフメト2世ファティのものです。戦争スコアが 90% である間に3年間保持すると、マムルーク朝スルタン国の崩壊イベントが発生し、マムルーク朝と白紙和平に署名し、すぐにエジプトのエアレトを創設できるようになります。戦争疲弊 2.00 創出、威信を20獲得。ちなみに下を選ぶと、和平なしにエジプト州を創設するチャンスは二度と来ないでしょう。その代わり20年間中核州作成コストマイナス 10.0%、 終戦焦点コストマイナス 10.0% 獲得します。通常プレイなら下の方が強い気もする。まあ今回は上で行きましょう。事故ったら嫌ですし。アルガ・アルビアの戦いにてマムルーク軍13600撃破や。要塞陥落です。
ズーク要塞陥落や。戦勝点が 90% 超えました。あとは3年経つまで用事するだけや。3年経ったのがこちらになります。カイロ陥落日から3年みたいやな。さて、グーグル翻訳くんお願いします。マムルーク朝スルタン国の崩壊。マムルーク朝政権が崩壊寸前になる中、首都はオスマン帝国の支配下にある。この惨めなスルタン国はアッパース朝カルイ国が多くの後継国家に分裂する前のかつての侮辱的な記憶に他なりません。スルタン国がもはや自国を維持できないことが明白になった。投獄されているマムルーク朝の行政官たちはメフメト2世ファティに連絡を取り、エジプトでの継続的な霊族と引き換えにスルタン国全土を我々の帝国に降伏させて、この戦争を直ちに終わらせるよう提案した。実に健全な計画だ。今すぐこの戦争を終わらせましょう。マムルークと白紙和平します。マムルークはオスマンを史実ライバルから削除します。マムルークはファドルを継承します。国家がエジプトに変わります。エジプトをコアエアレトにします。エジプトはレベル1政府改革エアレト政府を制定します。国名がエアレト・イ・ミシルに変更されます。国家の色が変更されます。独立欲求をマイナス 50.0% 喪失。エジプトは彼らがもはや臣民でなくなるまで、あるいはその君主がマムルーク朝の運命という任務を完了するまで、マムルークの管理を獲得し以下の効果を得ます。国家不穏度マイナス 3.00、 最低自治率プラス 50.0%。 ちなみに下の選択肢だと統治力300獲得でメリットはあまりないで。これも意図しない挙動だと思うけど、このポップアップには白紙和平って書いてあるけど、これが出てからマムルークと講和してポップアップポチれば講和の報酬20ドリできるんだよね。そんなわけでマムルークとニプロビ割譲とシリアに4プロビ返還、770ダカット支払いで講和や。エルサレムは自前で欲しかったんです。ほんでもってポップアップをポチッとな。無事マムルークくんがコアイアレトになってくれました。パチパチパチ。ミッション、エジプトの平定達成です。ご褒美にチュニスに対してオスマン侵略戦役 CB とチュニジア地方他への高級請求権もらったです。国用庁の停戦が明けたので、イラクの再征服 CB で宣戦布告しました。国用庁からイラクのコア回収で講和や。バグダードを回収したので、ミッション文明のゆりかご完了です。このミッションをクリアすることで30年間技術アイデアコストマイナス 10% になるので、統治技術とアイデア上げをするで。統治を5にして外交アイデアを取得して、上げられるところまで上げます。外交官が当たり増えてだいぶやりやすくなったで。トレビゾンとは頑張っても属国にならなかったので全土併合しました。これで実質的に必要な州の東側は全て抑えたので、あとは西へ向かうだけや。東へは属国の連鎖で伸ばしていけたら伸ばす方向ですが、ティムールが健在なので距離の問題でインドまでは難しそうです。チュニスも有効度200なので、攻める前に軽蔑的侮辱しないと安定度下がっちゃう。ペターン君はせっかく属国待ちしてたのに戦争に巻き込まれてチュニスの属国になっているみたい。独立保障の無力さがわかるな。1464年8月19日、チュニスにオスマン侵略戦略 CB を自由に宣戦布告です。モロッコ
後の属国の独立戦争に巻き込まれてて、誰も同盟国来なくてかわいそう。チュニスとエアレトカとイチプロビ割上、ベザーンからイチプロビ割上で講和です。グラナダが同盟と独立保障していたおかげで禁止で生き残っとる。モロッコの属国の独立戦争に巻き込まれなければそのままだったのに、チュニスから一番生誕を割上したことで属国化できるようになったです。キリがいいので今回はここまで。次回もまた見て。バイバイ。